はい、どうもです。えー、ブックオフ大好き、ハードオフ大好きおいでございます <coughs>。今日はですね、12月の29日、えー、親父の年末年始の冬休み、大冬休みがね、今日から始まりました。そして29日ってことでね、もちろんブックの日でございます。2021最後のブックの日、ブックオフを。 巡り倒そうとただちょっと朝がね、寒かったんで、少し暖かくなって11時ぐらいから出ようかななんて思ってたわけなんですけど、今日ね、友達から2ヶ月、3ヶ月ぶりぐらいにね、ちょっと今日は出かけられそうだよってことだったんで、まあ、せっかくだったんでね、友達と久しぶりにね、うんあの、ドライブ、ゲームショップドライブ行ってきました。まあ、せっかくだったんでね、 あのブックの日ではあったんですけど、ブックオフにとらわれすぎずにね、まあ、ハードオフさんとか、まあ、ゲオだとかね、えー、あとちょっとスきヤでね、ホロホロチキンカレー、石原さとみちゃんがね、CM でめっちゃ美味しそうに食べてたんで、食べたかったんで、それを友達と一緒にね、ちょっと食べてきたりと。まあ、時間的にはまあ、 え5時間、まあ、7時間ぐらいでしたけどね、まあ、ドライブ、ゲームショップ巡り、そしてチキンカレーとね、楽しんでまいりました。<laughs> え実際に、ね、ブックオフさんは、結果4件ぐらい行ったんだけど、うん、まあ、さほどいいものなかったんでね、購入品ちょっと少ないんですけども、まあ、せっかくなんでね、紹介していこうと思います。 後にね、ちょっとゲーム雑談も入れていこうと思います。まずね、ハードオフさんで購入したもの、こちら、紹介しようと思います。はい、まずはこちらね、ハードオフさんのジャンク箱から見つけました。えっ、ー、とね、もう老眼鏡がないとね、全然分かんなかったんだけど、まあ、サモンナイトっていうのは見えたんですね。サモンナイトの、ちょっとね、老眼鏡をかけてもギリなんですけど、サモンナイトのツインエイジ。 なんとかって書いてるのかなはい。サモンナイトと言いますと、シミュレーション RPG かなうん。まあ、このゲームがそうかわからないですけども、サモンナイトといえば多分そうではないかなと思います。お値段110円だったんでね、購入してきました。続きましてがこちらでございます。はい。えー、チョコボと、魔法の絵本だったかな 魔女と少女と5人の勇者ってことで、こ何だったかな本当は私、チョコボの不思議なダンジョン欲しいんだけど、これアドベンチャーとかそういうやつだったかな、まあ、こちらもね、お値段110円だったってことで、ちょっと購入してきました。うん。はい。えー、続きましてはこちらです、はいえー。ゲームボーイカラーでね、ポケットモンスター金でございますね。 ま、以前から言っておりますけども、ポケモンが110円なら無限回収だってことでね、金をね、購入してきました。ま、問題なくできるとは思います。バックアップの方はわかりませんけども。以上3点の購入になります。はい。で、ブックオフさんね、えーまあ、先ほども言ったんですけど、1店舗、2店舗、3店舗、 4店舗5店舗ぐらい行ったか、うん、その中で1店舗でしかちょっと購入しなかったんですけどもそちらの紹介をしていこうと思いますまずは、ね、こちらでございますはいシルパーファミコンザグレートバトル3ということでえー、実はねこのグレートバトルシリーズはちょっと以前から欲しかったんですけど まあ、そこそこするんですよね。まあ、1とか2とかは、まあ、下手すら300円、500円ぐらいで買えるんですけど、まあ、それ今回ね、290円税込みということで購入したんですけど、最初510円があったんですよ。で、クーポンで510円で買っちゃおうかなと思ったら、290円があったんで、じゃあ、状態はね、そっちのもちろん510円の方がいいんですけど、えー、こちらのね、290円の方を購入してきました。 ちょっとね、こうやってビニールに入ってると綺麗に見えるんでね、中開けていこうと思います。はい、えー、グレートバトルっていうとね、アクションゲームですよね。うん、ちょっと面白そうだったんで、欲しかったんですけど。まあ、表面はね、まあまあ綺麗だと思います。はい。残念なの上ね、マジック。でもこれはね、多分アビリティクリーンで落ちると思います。 もうよく見るとね、ちょっとツートにはなってるんですけども、まあお値段安い方で良かったのでね、まあいいかなと。で、これにちょっとシミになってますけど、あと、これもハゲがありますね。うん。まあ単身に関してはちょっと私、しっ見ようかな、自分で。うん。まあ使い込んではいますけど、特別問題ないかなと。まあしっかり清掃してもらう、清掃してあげればね、しっかり起動するんではないかなと思います。 まだね、グレートバトルに関しては、これが初めて購入したものなんで、あと1、2、4。あと5もあるんだよね。5は、スーパーハミコンだったかな。確か違ったと思うんだよね。4までがスーパーハミコンだったと思うんだけど、まあ、ちょっとはっきりしないんで、また、あ、後日ね、いろいろ情報を見ながら、えー、紹介していければと思っております。 とことでね、まあ、290円だとね、あのー、クーポン適用しないんでもう1本購入してきました。それがこちらでございます。はい、ニンテンド64のね、動物の森、こちらをね、購入してきました。はい、えーまあ、裸の商品なんですけど、まあ税込み290円ならお安いんではないかなということで購入しました。先ほどのね、グレードバトル3も290円なんで、 580円からクーポン適用300円引き2つで240円で購入できたのでね良かったんではないかなと思っておりますちょっとねこれここから見てもねちょっとシみが見えるんですけども早速ちょっと開けていきますはいってことでね開けてみましたまあここにちょっとね汚れがありますここら辺は清掃で落ちると思います残念なのはねお名前が入っておりますねサイン入りでございました まあ、ずるいっちゃずるいんだけど、これでちょうどこう隠れて見えないようになってたんだなと思います。でもね、落とそうとしたのかなここら辺とかね、色がちょっと落ちてるんで、まあ、お店側なのかわからないですけど、まあ、これも多分アビリティクリーンでやるとちょっと薄くはなっちゃうと思うんですけどね。まあ、どっちみち薄くはなっちゃってるんで、少し清掃してみようかななんて思ってます。 ただ他に関してはね、状態としては悪くないと思いますよ。まあラベル部分は結構重要ではありますけどもね。うん。まああのー、六葉のね、動物の森はもう元祖中の元祖ですからね、初代動物の森ってことなんで、まあ無印ってやつですよね。うん。こちらね、完品2本持ってるんですけども、この値段ならやっぱりね、動物の森好きとしては購入し,しとかないといけないかなというところで購入してきました。 まあせっかくなんでね、ちょっと雑談なんかしながら、清掃していこうと思います。これ実はね、それこそ去年のブックの日で購入したんですよ。えー、64じゃねえや、64が出てきた。3DSLL ね、ブックフでブックの日に購入してきました。お値段4980円だったんだけど、実はね、あの後でちゃんと見たら、ヒンジにヒビが入ってたりとかね。 そういうい部分もありましたよあ色落ちるなアビリティクリームはな薄めないとダメかな、うん、まあいろいろね皆さん相談に乗ってもらってねあの返品した方がいいかどうかとかねいろいろ話を聞いてもらうすごいな色落ちがなこれアビリティクリームはダメだなまあねいろいろ話を聞いてもらって使ってはきたんですけどねなんだかんだ1年 しっかりね遊び遊べましたねなんか 3D スティックもちょっとね滑りみたいのがあったんだけど勝手に動いちゃうみたいなうんでもしっかりちょっと清掃してあげてであとは使ってるうちにねあの綺麗になったわうんではしっかりね楽しんでた、まあ、1年も持てばね十分かなと思って色が落ちちゃったな結構色が落ちちゃったわ色が落ちたけど名前は落ちずってね まあいいでしょお値段も安かったし、ゲームがプレイできれば問題ないかなという。実際ね、あの今現在もね、えー、こちらのね、日本、3DS のね、集まれ動物の森、飛び出せ動物の森とね、ドラクエ9をね、ちょこ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 遊んでる次第なんですけども、まあ、しっかり遊べてるんでね、まあ、本当にいい買い物できたと思います。で、当時ね、あのご相談乗ってくれた方ね、ありがとうございました。 でですね、まあちょっとその話はもうちょっと一回置いといて動物の森移し替えよう先日ねあのー、あれをやってたのよテレビでねテレビゲーム総選挙っつってねあのー、いろいろこう話を聞いてねアンケートをとってテレビゲーム何が好きだってことでねベスト100やってましてねそれが紹介されました、えー、詳しい順位については もちろんまだ見てない方もいるんでね、ネタバレになっちゃうといけないんで、はい、このマジックはきれいに取れました。うん、さすがアビリティクリーンです。なのでね、あの、順位の方は言わないんですけども、私はね、気になったのが2つタイトルがあって、あの、幻想水湖殿の2、そこそこね、幻想水湖殿は私1の方がクリアしたんですよ。うん、やっぱり中国のね、 えー、物語で108人の仲間がいるっていうねやつなんですけど1がすごい面白かったで今はね今現在は持ってないんですけどもプレステ2だと345っても100円ぐらいで買えてたんでね購入はしておりますで2の方がまだね未プレイなんですけどもその2がねわりかしいい順位に入っておりまして、えー、それがすごいやりたくなっております なので、私今日ね、ちょっと探してきたんですけども、うん、売ってなかったね。まあ、しっかりいろんなお店見てないんでね、うん。幻想水湖殿2に限ってはね、青箱に入っているような商品だったんで、今までね。うん。だから、まだ別に出てくるかなと思ってるんで、見つかった時にでも購入すればいいかなというふうな感じでございます。ただ、もう一個気になったのがね、 えーまあ、スイッチだけじゃないみたいなんですけどそれはスイ,ッチスイッチバンドしてランキングされてたんですけど「アンダーテイル」っていうね RPG があってなんかね敵敵ていうか誰も知らない優しい RPG みたいなねそういう売りで売ってるらしくて戦闘シーンもね褒めるだとかそういったコマンドが入っててそれこそね誰も倒すことなくゲームをクリアできるらしいんですね。 それが結構ね、いいところのね、順位にランキングされてて、私初めて聞いたんでね、あ、こんなゲームあるんだと思って、すごいびっくりしました。で、今日ゲオさんとか行ってきたんで、ちょっと商品見てきたんですけども、うん、まあ、お値段もそんな高くないんでね、後にちょっとね、あのー、まあ、スイッチはまだ買ってないですけど、 ちょっとやってみたいなというふうに感じました。今実際スイッチはね、私、あの前向いたけど、動物の森だとかさ、あとディードリッドが出てるのがね、今日もね、ちょっと売ってたもん。うん。まあ、やりたいにいくつかあるんですけど、その他にもね、あのー、ゼルダの伝説も好きなんで、そのシリーズであるとかね、いろいろやりたいものはあるんだけど、 うん、その中でそのアンダーテイルっていうね、RPG がね、ちょっと一つ入ってきました。どうしようかなと思って、プレイ動画ちょっと見てもいいんだけど、うん、まだ今は何も情報を入れてない状態ですね。はい。ってことで以上でございます。えオセールもね、1月1日から始まるってことで、えー、12月31日の午前10時だったかな、しっかり情報解禁されるってことなんでね、それをちょっと楽しみに待ちながら、うん。 残りの日数ね、毎日ちょっとね、今日は友達と遊べたんだけど、また明日とかはもうちょっと用事があるみたいなんでね、今回のお休みでどれだけ回数遊べるかっていうのはちょっと分かんないんだけど、まあ、遊べればそこを大事にしてね、楽しんでいこうとは思っております。今回ちょっとショックだったのが,ショックだったのがね、えー、まあゲオさん行ってきたんだけど、ゲオさんの新品のスイッチプラス新品のゲームソフト、同時購入で、 1000円引きっていう割引が2022年、来年のね、1月10日まで継続されてるんですよ。ってことは、今回のお正月の起用セールで、新品のスイッチに関しては、それ以上の割引はちょっとないのかな、というふうにちょっとね、勘ぐっております。うん。上書きでね、えー、スイッチ購入のね、あのー、とても、 割引率の高いセールに変わっていけばいいかななんていう風に思っておりますただそこはねあのス,イッチのスイッチの中古に関してはその表記がないんで、まあ、そこら辺の割引率セール内容をねちょっと今後期待して待ちたいと思っております以上でございますえー、ブック大好きブックの日大好きハードオフ大好きはいいでしたそれではまたコンティニュー